が明るくみは、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、外交官、将軍の軍人で、国民革命軍でも、要職を務め、小解析の副審と目された。なお、災難事件で、日本軍と衝突した軍は、がが率いていたものである。後年、将と対、号は、起源。地方幕僚の家庭に生まれる。1905年、 湖南新軍の母兵に応じて兵士となる。後に湖南陸軍小学で学んだ。1909年の卒業後に武将陸軍中学へ、さらに保定陸軍軍艦学校へと進学した。同学校第一期生として卒業した後の1911年に日本へ留学し、東京新部学校で学ぶ。同年7月、劉期一の紹介で中国同盟会に加入した。 10月、武将記事が勃発すると、が明るく見は、蘇州に向かい、チャンスの革命軍に加入して活動した。1914年夏、日本に戻って、陸軍士官学校に進学し、中国学生隊第11期で学ぶ。この時、何王金、首相領が同学だった。1916年、卒業、帰国している。帰国後は将軍に属し、 第一市長、超公的敗下となる。以後着実に軍港を重ね、1920年に、が明るく見は、第一たびたび町に昇進し、翌年、町が、将軍総司令として、湖南省における軍政の実権を握った。1923年7月、孫文支持派の丹野部、が、湖南省に攻め寄せてくると、がは、町の命で迎撃に向かい、丹を駆逐している。 この軍港で、ガは、第一志士長に昇進し、上徳に駐留した。1926年春、ガ明る組と同僚の将軍指揮官であった、東政地が、超高敵を駆逐すると、ガやはり同僚であった、妖怪と連合し、さらに、北京政府のご配布の支援を受けて、東東伐を図る。一旦は、調査からを追い払ったが、もなく、は、 国民政府側に液死して国民革命軍第8軍軍長となり関東から出撃した国民革命軍主力の援助も受けた。これにより選挙区は完全に逆転して側劣勢に追い込まれ、ついにが自身も国民革命軍に液死している。ただし、党率いる第8軍には属さず、理想人ら進行制派の第7軍第2支市長として加わった。同年10月、 直ちに、が明るくみは北伐に参加して、厚生省へ進撃し、北京政府側の孫殿法軍を、撃破、11月には、旧校を占領している。ついで軍を率いて、南京に至り、1927年3月、第40軍軍長に昇進して、何王金、ロキヨム平、羅、停戦と南京を共同で警備した。この時の仕事ぶりを、蒋介石に評価され、は 小福神としての地位を得ることになる。上海クーデターの後、ガは、中央政治委員会委員、チャンス省政務委員会委員、軍事委員会委員となり、さらに1928年1月、南京英樹司令に任せられた。同年3月、ガ明るくみは、第一集団軍第三重滞葬式を兼任し、間もなく、第三軍団葬式として、山東方面へ出撃する。ガは、 各地で北京政府側の超総将軍を撃破し、4月末に災難へ攻め入った。ところが、この際にガの軍と日本軍との衝突が発生し、日本と国民政府との間の紛糾をもたらす。いわゆる災難事件である。日本側は事件の責任者としてガの悲鳴を小解析に要求し、小もやむなくガを 第三軍団指式兼南京英受司令の地位から罷免した。同年11月がは訓練総監部副総監として復帰している。1929年5月が明るく見は国民政府参軍長代理に任命され、翌1930年2月正式に参軍長となった。中原大戦に際しては助手行営主任に任命され、表局省配下の切り崩し、 老楽に貢献している。1931年11月、中国国民党第4期中央執行委員に選出され、その翌月には関連青線医師権監縮省政府委員に任ぜられた。翌年4月、参謀本部参謀次長に任ぜられている。この頃、が明るく見は、小解析に対して、トルコとの外交関係充立を進言して、 省に受け入れられ、1934年11月から1937年春まで、中トルコ講師を務めた。その間に、陸軍中将区組を授与され、国民党第5期中央監察委員に選出されている。講師の任務を終えて帰国後、1937年4月から12月まで、首相領の代理として、監縮省政府主席を務めた。 日中戦争勃発後の1938年初めに、が明るくは、軍事委員会弁公庁主任に任命され、さらに陸軍上昇区組を授与された。1940年4月、軍事委員会委員長自重室、第一所主任権全国経済委員会秘書長に任ぜられ、1942年秋には、国家総動委員会秘書長も兼任して、国内物資統制に従事している。 以上の職歴からも明らかなように、側は、紹介石の信任を厚く、養殖を多く任されていた。しかし戦時中から、ガ・明るく組は、中国共産党との交流も開始している。例えば、八祖寺軍の蘭州弁治所主任、謝格屋は、ガと同郷の友人であり、第二次国境が作前後から社と常に交流するようになった。また、 妻のゲイ・アキラ君も中祖文化協会扶助委員会を務めるなどして共産党との接触が常時存在しゲイ自身も共産党に好意的、同情的であった。これらの影響もあって側、は次第に陽協の方向へと傾いていくことになる。また、1942年12月に重慶市長に側は任ぜられたが、この頃から陽求、 反響問題や重慶の行政施策等をめぐって、省と常時対立することになり、両者の信頼関係も完全に崩壊してしまった。1945年5月が明るく見は国民党第6期中央観察委員に任せられたが、同年11月、重慶市長を辞任する。まもなく大台ミキラと南京で新安協会を設立し、国際情勢に関する雑誌。 新安月間を創刊した。1947年5月に戦略顧問委員会委員、1949年3月に行政院政務委員に任ぜられたが、かは国境内戦を推進する紹介席に不満を抱いており、実際の職務には関わらなかった。同年春が明るく見は、香港に移って中国国民党革命委員会に加入し、8月、 中国共産党への起義を宣言して、北京入りしている。中華人民共和国建国後は、中南軍政委員会委員健康通部部長、民側中央常務委員、全国人民代表大会代表、中国人民、政治協商会議全国委員会委員を歴任した。1961年7月16日、北京市にて病没。去年73、ありがとうございます。